動物園線専用車6022回、多摩ズートレーン2011年3月高畑、不動駅一番線にある0キロポスト動物園線は、高畑不動駅から多摩動物公園駅までを結ぶ京王電鉄の鉄道路線。全線が東京都日野市内を走行する。駅ナンバリングで使われる路線記号は5。動物園線は東京都立多摩動物公園への来場客のために、 建設され、その後は、多摩動物公園駅の南側に設置された、病状大学費のキャンパスや、中央大学多摩キャンパスへの通学輸送を担い、特に中央大学多摩キャンパスへの大学機能移転が、進んだ1970年代後半には大幅に、利用者が増えた。しかし、動物沿線と、並行する上に、多摩動物公園駅の南側に両大学の、最寄り駅として、 中央大学、明星大学駅が設置された多摩都市モノレール線が2000年に開業して、以来、利用客が激減した。その結果、帰宅時間帯に運転されていた、不定期列車の廃止、編成の短縮、ワンマン化などの合理化が実施された。ただ、両大学での入学試験などでは、列車が増発される。高畑不動駅多摩動物公園駅間を乗車する場合と、 京王線運ェ線から多摩動物公園へ行く場合は京王を利用する方が運賃、所要時間の点で有利である。現在は基本的に4両編成のワンマン運転列車は1時間に3本運転されている。車両はワンマン改造された7000系が使用される。平日の朝の一本と土曜日、休日の日中の一部の列車に八0系や五0系の重量編成が入るが、 その場合は、車掌が乗務する、通ン運転となる。なお、重量編成については、ホームの有効長の関係で、多摩動物公園駅には一番線に入線する。2002年から、動物のイラストを車体にあしらうとともに、中ずり広告も動物園関連のみの専用編成である。 タマズートレインが運行されており、2011年3月13日まで、これに6000系6722回が使用されていた。後継の7000系はしばらく専用の装飾を施さない状態で運行されていたが、2011年3月28日より、新たに2台目専用車両となった7801回の側面に動物のイラストがラッピングされた。なお、 2代目の動物のイラストは、仙台と異なる。これに加え、2006年9月1日のダイヤ改定から、それまで観光シーズンとオフシーズンに分かれていた土曜、休日ダイヤが一本化され、2019年2月22日改正のダイヤでは、通年で土曜日、休日に、京王線新宿発玉動物公園行きの急行が一本。 運行されていたが、2020年2月22日改正の現行ダイヤでは、土曜日、休日には、都営新宿線元八幡発の休行に変更された。かつては、平日にも新宿発の休行が1本、設定されていたほか、土曜日、休日には、都営新宿線元八幡発の休行が1本、新宿行きの休行が3本設定されていた。 平日の朝に8両編成の列車が1往復ある。土曜日、休日の新宿からの急行は10両編成で9時台に運行されている。9から10時台と14から15時台は4両編成のワンマン列車の他に10両編成の列車が往復する。この時間帯は、10両編成が高畑不動2番線と多摩動物公園1番線に発着し、4両編成が 高畑不動一番線と多摩動物公園二番線に発着する。2006年9月のダイヤ改定前は観光シーズン中の土曜日、休日に動物園への来園客のために新宿発の直通急行が設定され、高畑不動駅までの船内往復列車も最大で1時間あたり6本運転された。さらに2001年3月27日のダイヤ改定までは シーズン内野休日に、高畑不動駅で、高尾線系統と分割、併合する休行があった。高畑不動駅の構造上、高尾線系統と併合する上り休行は2番線に、到着後道駅までの乗客を下ろして、一旦、京王八王子方に進み、それから上り線に転線し、4番線に入って、高尾山口からの編成を待っていた。かつては、 新宿発の通勤快速も存在していた。2011年7月から9月にかけての節電ダイヤでは、京王線に直通する急行運転が休止され、当線を走行する列車は、線内運転の確定のみとなった。2019年の令和元年東日本台風の影響で、同年10月12日から運休となり、土砂流入が発生したため、 運転再開は16日となったが、再開後も対策工事のため、11月7日までは早朝の一部と22時から終電までの運転を休止していた。1960年に開設された東京都立多摩動物公園へのアクセス路線である。また、多摩動物公園駅に近い丘陵地には、ホンダ研工業の子会社である、株式会社モータースポーツランドが開設した。 モータースポーツセンター兼遊園地、タマテックも1961年に開業していて、両者への観光、レジャー輸送が主体となっていた。さらに、同線の開業と同じ1964年に、多摩動物公園駅に近くで開学した、明星大学に続き、1977年には、同大学隣接地に、中央大学が、多摩キャンパスを設置して、 駿河台キャンパスから機能を徐々に全面移転することに踏み切ったことで、両大学への主要交通手段となった動物園線は通学路線として大幅な乗客増となった。しかし、玉都市モノレールの開業による通学客の移転、2009年の玉テック閉園などで、同線の需要は激減した。 現在は一区間単線運行であるが、動物園の多客対応のために開業当初から、複線分の用地が確保されている。多摩ニュータウン新線の建設に際し、京王多摩川駅からの延伸案、成石桜川丘駅からの延伸案とともに、多摩動物公園駅からの延伸案が検討された。しかし、高畑不動駅でスイッチバックになり、究極線。 急勾配の連続になることから、必要な輸送力の確保が困難なこと、またたまニュータウンの東側をカバーできないことから、早い時期に選択肢から外れた。現在は、玉センター駅まで、玉と下のレールによって結ばれている。ありがとうございます。